さてこれからウルムチに行きます。本当は7時55分に出るはずだったんだけど3時間遅れです22時41分に出る。結構遠いとこから来てるから多分その影響で遅れちゃったのかなとでみんななんか間に合わない間に合わないぞってすげえパニクってるけど普通に間に合うと思ってこれが電車。あ、結構いい感じだね。今ウルンチに行ってる間だけど砂漠しかないですね。今11時ぐらいだけど夜の9時まで電車です。ちょっと山っぽいとこもあるね。これからラーメン食べます。相変わらず砂漠。どこ行っても熱いお湯はあります。中国そろそろウルンチ市に着きます。ご覧の通り山と緑が多くなってウルンチ着きましたよ。22時間ぐらいかかりました。22時間もうちょっと少なかったんです。やっと着きました。すげえ涼しい。めちゃくちゃいいよ、本当だ。見て、すごい、ウイグル語でも書いてある。駅めちゃくちゃでかいんだけど、見てください。人が超いる。すげえ新しい。